古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理打常公を召されり、打常神の籠せし弓を持つと再び悪鬼こしたれば、弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、打常放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を打常公に吐きつける。ほどなく打常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。打常公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。打常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。倒すことが先決、この世は後で考えよう。